皆さん、こんばんは、マーティンダーマークは、聞いグたがです。聞いてたが、ベーシーバリー、サッカー、オーバーエッジ枠、今、難航中でございます、パリオリンピック。私は、オーバーエッジは必要です。なぜなら日本は、まだ金メダル、メダルも取ったことないので、オーバーエッジ枠は必要です。まず、久保竹内選手の招集は、困る反対です。久保武内さ,さんが秒解やるのは、私は反対です。やっぱり、必要不可欠だと思います。歴期待最強。 あと、オーバーエッジワクというか、ヌートバーがいないと勝てません。日本にはヌートバーという選手がいないと勝てません。はい。何度も言います。ヌートバーを呼んでほしいです。はい。あとは、まあ、そうですね。えー、オーバーエッジワーク、まあ、ディフェンスとミッドフィルダーくらいから、フォワードも一応呼んでほしいですね。まあ、そうですね。はい。町田博己さん、あと伊藤博樹もいいかもしれません。バイエルに移籍した伊藤博樹さんも大きいですね。獲得すれば。町田と、あとはまあ、谷口か、あとは、 板倉富安もいいと思います。あとは遠藤渡るは間違いないと呼んでほしいです。間違いなく。あとはまあ、上田綾瀬もいいし。あとは他にも誰かいたらコメントでお願いします。やっぱオーバーエージェクは何度も言います。不要では勝てるわけがないです。必要です。必要でないと勝てません。今の日本に足りないものがいっぱいあるからです。皆さんコメントお願いします。オーバーエージェク。オーバーエージェク。必要か不要かコメントでお願いします。意見なども踏まえて。あとチャンネル登録もお願いします。以上です。バイバイ。